前回もそうだった、無料ガチャ全部そうだった、望めば出たんだ。だから最後も望んだらグティが来てくれる。グティーゴー、ガチガチョットワザーガチャ頼む。ディクトブル2025シーズン開幕。こんにちは、ドラゴンウォールのビステクソー、どうも皆さん、ドラゴンウォールです。ぜひちゃん登録、今後とよろしくお願いしますということで、本日もイートバルやっていきたいと思うんですけども、2025シーズン開幕いたしました。いや、ガチか。正直17時じゃなくて19時ぐらいに終わると思ってました。蓋を開けたら13時に大型アップで終わりました。マジですか、コナミさん。もうウエレ時代からですよ。もうね、ウエレ、イーフト、このアップデっていうのは絶対にね、予定終了時刻よりも長引くっていうのがね、お決まりだったんですよ。4時間前って何？いや、初めてだよ、こんなの。素晴らしいですよ、コナミさん。ということで、なんと、いい意味でね、予想をね、裏切ってくれたコナミさんに感謝しかないですが、2025シーズン開幕いたしましたということで、一番最初の動画でございます。何を撮るか、タイトルサムネイルで分かってるでしょう。やっぱね、一番シーズン開幕して、まあ、メッシのパックだったり、ネイマールのパックだったりとか、事前情報を公開されてたり、週刊とか登場していますけども、そちらの方はメイン主要動画、ガチャ動画お待ちください。一発目はもうこれですよ。まあガチャチケットね、枚数見てもらったら分かる通り、この、これですよ。はい、ワールドワイドエピックの、こちらの無料配布ガチャ券でしょう。ラインナップ見ていきましょう。まあラインナップ皆さん見たと思いますが、いや、このメンツね、結構熱いというか、グティが熱すぎる。グティが熱すぎる。はい、私、ドラゴンワローも1年ちょっとぐらいかな、ユータブリー動画投稿してきてますが、ずっと言ってきましたね、動画で。はい、18年代のマドリディスタでございます。はい、マドリディスタ歴18年のドラゴンワローからしたら、この前のね、もう4ヶ月前ぐらい前か、無課金ディビアン達成するまではずっと7年間ね、ユータブリーやってましたけども、無課金だったわけですよ。なので、グティのブースターが登場してるの熱すぎる。マジでこれだけは欲しいということで、もうこのグティが一番の狙いにあることはね、変わりないんですけども、他にもね、ダービッツだったりとか、バレージ、そしてシーマンとかね、ディクソン。いや、もう本当にね、強い選手たくさんいるんですよ。ファンニステルロイだったりとか、めちゃめちゃ優秀な選手たくさんいるということで、今回の動画、一発目の2025シーズンの動画は、こちらの無料配布エピックガチャ券引いていきたいと思います。はい、では早速ね、こちらの無料配布エピックガチャ引いていきたいと思うんですけども、前々回の動画ご視聴いただけたでしょうか。見ていただけた方はね、わかると思うんですけども、なんと私、ドラゴンウォロー、昨日行われた無料配布ビッグガチャ後半戦、最後の一発で、エピック、カフーを出して、なんとあの対象の5人のエピックガチャ、全員、無料配布ビッグ獲得いたしました。そうなんですよ。ここまでね、ガチャ運が上がってきてること、もうユーザー歴7年間で一度もありません。なので、ね、今回のガチャでも、グーティーの名前をずっと叫び続け、愛を伝え続けていきたいと思います。では早速引いていきましょう。チャンスは22回です。引いていきたいと思います。頼む、来てくれ。グーティー、俺はお前を信じてるぜ。ぐらー、一発目は爆死かな。ただね、前回の動画、前回の、あ、やばい、貧血になりました。そう、前々回の動画で言いましたが、昇格演出のウォッチャーあるんですよ。今回はなさそうだけどね。はい、昇格演出ね、2体出ましたんで、いや、マジで昇格演出で正直ね、全然期待してなかったんですよ。いや、本当にね、2体もね、昇格演出で来たんで、そしてね、今回、エビック以外にもかなり優秀な選手おります。はい、めちゃめちゃいいんじゃない？ここら辺。まあ、自分は招待持ってますけども、このグバルディールハイライトだったりとか、まあ、ダビドアラバ、これアラバマジで優秀ですね。いや、本当にね、ハイライトとかも含めて、めちゃめちゃいいガチャですね、これ。ということで、無課金勢の方もぜひ期待して聞いてください。ということで、2発目はこれは昇格演出あるかな。ちょっとスキップしようか。あー、ちょっと待って。おー、エーセン、エーセン来た。やった、エーセン嬉しい。ただ俺 TOTY 持ってるわ。 TOTY 持ってるから正直もう今じゃ遅いかもしれんな。確かに、まあ今だともう使わないよっていう、もっと強いの持ってるよって選手ね、ハイライトに多いかもしれません。ただグティ俺は持ってない。グティガチか。起動で使い切ったか俺ガチャ。いや、そんなことね。いや、まだわかんねえぞ。昇格演出。昇格、黄色くぅ。しゃあない、しゃあない、しゃあない、しゃあない。ただ、ハイライトめっちゃ出てるね。ハイライト出ることはめちゃめちゃいいんですよ。なぜかと言いますと、今作からですね、ブースタートークン出たじゃないですか。ハイライトをね、売却すると4個もらえるんですよ。いや、ランダムブースタートークンだけど、あれ4個もらえたら結構でかいからね。ということで、4回見ていきましょう。頼む。グティ来てくれ。グティー、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 グティー来ないか。ただ、結構ハイライト来てんのは熱いね。ハイライト来てますよ。いいです、いいです。いや、ハイライトだったらもう何体来てもいいからね。ただ、グティーが欲しい。
やっぱグディ欲しいよ俺。いや正直ね、でも前回さ15件7回でしょ、17回で5体出してたから、結構今のペースだと前回よりはガチャ運悪いかもしんない。ただここで当てればまだ巻き返せる。頼む5回目グディグッドドド。いやこれないな、クッソマジか。昇格はないか。パーマーのハイライト、結構写真いいの。パーマのハイライトか。まあ、ダブタつけれるからまだいいけど。ただ、ちょっと正直、ここまで引いて、まあ、5体出てる。前回のね、ガチャと比較するのが良くないんだよ。頼む！グティゴ！グティゴ！いや、マジか。昇格はどうか。昇格わかんないけど、もうスキップ押しよう。昇格もないか。もうハイライトしか出ねえじゃん。逆に通常も出てこないのはいいことではあるけども、エビック出てこないか。いや、マジか。俺、前回で使い切っちゃったか。いや、正直言っていい。あのロベカルとかもあの普通に嬉しいんだよ。前回出た選手たちも5人全員嬉しいんだけど、その5人まとめてでもグーティーが欲しいんすよ。やっぱマドリディスタとしてはね、グーティーが欲しすぎる。いや本当に頼むぜグーティー、俺お願いします。頼むお願い、グーティー来たよ。グーティーかー、マジかー、ガチかよー、マジ。昇格ないわ。通常かも。あ、通常はないんだ。ハイライトが来るんだ。あれ通常いない、まさか。え、通常いないの。通常まさかいなかったりする。通常いねえじゃねえかよ。なんだよ、通常いねえじゃねえか。通常おらんのかい。全員ハイライトなんか見てなかったわ。いやマジかよ。なんだ、ちょっと期待しそうにした。ただもういいよ、そんなことどうでもねえ。グティ来い、グッソグティ来いよ、グティだ。うわ、そうだろ、コナミさん、グッティ出してくれよ、グッティ、グッティ来ないじゃん。ニコ・ウィリアムスハイライト、グッティ来てくれ、グッティ、グッティが来ないよ、グッティ来ない、グッティ、グッティ頼むよ、グッティ、俺はお前が大好きなんだ、グッティ頼む、来てくれ、お願いします。俺のマドリスカットに降臨してくれ、グッティ、グッティマジか、グッティマジか。スキップします、挑戦サーカー、マジ？グティってエビックが来ねえんだけど、エビックが来ないんですけど、ちょっと待って、残り13回ですよ、残り13回、グティ来ねえんだけど、頼むよ、頼む、来てくれ、グティ、グティ頼む、来てくれ、グティ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 、スキップします、グティ来ねえ、グティが来ねえんじゃけど、え、グティ来らんのやけど、なんでな、エピック来らんのやけど、そもそも。え、なんで、え、確率とか普通同じよな。1% やろ、一体。100分の、100分の100なんやから。頼む、グティ、いや、ま、エピックが来らんのよ。マジなんでこれ。え、どういうことスキップします？昇格ないか。マジ、ちょっと待って、え、前回で俺運使い切ったんかな、まさか。え、嘘やん。え、俺前回5体コンプリートしてそれで終わり？え、俺こっちの方が惜しいよ。なあ、グッティ頼むよ、グッティ頼む、来てくれ。え、バレンシとかも普通に惜しいんやけど、ダービスとか頼むよ、お願いします。頼む、ここに来てくれ、流れを変えろ、グッティ、グッティ流れを変えてくれ、グッティ、グッティ来い、ここから昇格、グッティ、あらば嬉しい、あらば嬉しい、唯一の恵み、もう今まで出てきた選手でもう唯一嬉しいのはアラバだけなんやけど、アラバはね、これかなり強かったんですよ。指名契約持ってるんだけど、指名契約より強いんじゃないかな。いや、そのぐらいね、このアラバ強かった気がする。お願いします、頼む、グディ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 、マジか、グディグディ、なんでや、グディグディグティグティが来ないよ、マジかよ。え、待ってくれ、頼むよ、本当にお願いします、頼む、グティ来てくれ、グティ来て、グティ頼む、グティグティ、なんでよ、もうなんでよなんで来らんの、え、なんで、マジで、え、なんで来ないの、うないしも、え、エビックが来らん、そもそもエビックが来ないです、皆さん、うつそう、なんで、え、頼む、グーティー来て、グーティー来て、お願いします、とりあえずエピック来て、とりあえずエピック来てくれ。おいおい、前回で俺ガチャン終わった、臭いぞこれ。うわ、昇格しねえし、嘘やん、え、マジマジで、ちょ、え、ガチっすか、
え、頼むよ、本当にお願いします。グッティグッティ来て、残り7回でグッティグッティってか、エピック狙すぎない？ちょっと嘘やん。え、こんなことある？マジでガチか。うわ、マジちょっとこれきついぞ。え、俺前回マジだって、前回さ、ここまでで5体出してるってことやからね。あ、じゃあこれで5体目か。17回引いて5体やもんね。え、17回引いて前回5体出してたんだよ。え、やばくない？ちょっと待って、ガチ来ない？頼む昇格。嘘やん。え、待って、え、俺ガチでさ、エピックゼロあるんちゃう？これエピックゼロあるんじゃないの？ちょっと待って、嘘でしょ。エピックゼロある、エピックゼロあるぞ全然。え、でも待って、残り5回だったら全然ある。残り5体で全部エピックの可能性全然あるぞ。なぜなら100目差だから。頼む、グティグティ頼む、こっから昇格しろ。昇格、お、待て、なんかわかんない、いや昇格ないか。頼む昇格しろ、お前ちょっとここは見させて。頼む昇格しろ、昇格し、もうやだよ。嘘、マジ嘘でしょ。本当ですか？本当に？いや、本当か。え、残り4回です。マジか。いや、頼む。ラスト1回でもいいからグッティくれ。ラスト1回グッティ、あった、よっしゃ、どうした、来た来た来た、頼む、こっからグッティ、最後でいいよ、もうこれでいいよ、これで、頼む、ラストに最後めぐみ、エストニオルリガリガリガ、ガーッと、ガーッ、万部位点は1番いらんねん、マジで。半分位点は一番いらんのよ、一番いらんのよ、お前、おい、半分位点は一番いらんね、一番いらんね、お前マジか。正直フィジコンが強くなるっていうので若干期待はしてるんだけど、いや、グッティ来ないか。ってか、これやばいわ、これやばいぞマジで。いや、これきついわ、ちょっとマジっすか、えぐい、それはさすがにえぐい。頼む来てくれ、お願いします、ここでもう一回連続で来てくれ、頼むグッティ昇格しろ、俺は信じてる、スキップしますよ、スキップするぜ、スキップする、うわー、俺ソリーニか。いや、もう一回行こう。いや、マジグッティ来ないの？俺グッティ来ない、グッティ頼む来てくれ、頼むグッティ、残り2回です、お願いします、グッティ頼む、グッティグッティ来てくれ、グッティグッティ来て、グッティグッティお願い、お願いします、マジお願い、グッティ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 、マジか、嘘や、昇格昇格して、マドリーだけど、マドリーだけどお前じゃねえんだよ、ロドリゴ、マジか、はあ、ついに来てしまいました。もう20242に全てガチャ運を置いてきてし来てしまったのか、まだもう残り火が残っているのか、抗っているのか、ここの最後の1回で分かります。皆さん、最後の1回です、これで僕の2025の運命が決まります。頼むぜグディ、俺はお前信じてる、今までそうだった、俺はロベカルもそう、花粉の時もそう、デニューソンの時もそう、もう最近だとそう、最近だとそうじゃねえ、やで、意味違えた、もういいよ、しょうがない、ただここで中途半端で行きたくない、頼むロベカルもそうだった、みんなそうだったんだよ、前回もそうだった、無料ガチャ全部そうだった、望めば出たんだ、だから最後も望んだらグティが来てくれる、グティーゴーガチガチ、ちょっと待てガチ、頼むグティーグティーガチグティー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 ガーグティー、一文字一言、なんでや